四列正都氏は、江戸時代後期の大名、及び明治時代の家族、陸軍軍人。では国長泥藩五代藩主。官位は、十五位下、伊勢守。維新後は藩を移転し、和ず国大猛藩地藩事。さらに移転し、日立国中が先藩地藩事となった。爵位は死者。以外及び君党は、正四位、君後党。四年三月二十九日。 四代藩主、四月正明の長男として誕生。慶応元年十二月十一日、父の隠居により、家督を相続する。慶応二年十二月十八日、受護位下、た、伊勢守に除任される。母親戦争では、庄内藩側に組みし、慶応四年うるう四月に、天道藩に陣屋を占拠されている。明治二年六月、藩籍奉還により、長泥藩地藩事となる。 同年11月、成長を、上佐山部軍大網村に、明治4年2月にはさらに、日立河内軍龍ヶ崎村に移した。同年7月15日、廃藩地県により、地藩寺を面刊となる。維新後は、陸軍と山学校を卒業し、明治10年に、陸軍少尉、後中尉に昇進して、この絵師団文庫士官などを務めた。明治17年、死者 明治23年7月、貴族院議員に当選して、修正在任した。また、梨本の宮家のカレをも務めている。明治28年10月30日、死去。去年45、ありがとうございます。